この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ね、いつもありがとうございます。結構仲いいんですね。いや、そうでもないですよ。一回そんな拒否することないかな。いや、そんなことないです。そういう意味じゃなくて、うん、一回ちょっとクイズ番組で2回組んでるんですけど。そうですよね、だから2回クイズ番組でショック。もうね、すごく2位でしたよね。若いのに結構こう筋肉凝ったり、いろいろ。そうなの、そうなの。凝り性だそうですね。すごく凝り性なの。多分目が悪いから。あ、目悪いの。うん、で多分それからすごい首筋とかがもうこの辺とか頭が凝るの。そうですよ、目が疲れてくるとここの神経来て、今度頭痛くなって、後ろから首にくるの。頭の付け根のあたりだね。そうそう、ここ、この辺凝りますか。今いくつなんですか。今23です。若いのに。なんで。いや、でもそれ体質でしょ。今でもね、学生の方がね肩こりなんだよね、今みんな。運動とかでほぐしたりはしないんですか。もするけれど、秘密兵器があるんですけど。何その秘密兵器とか、なんかすごいの。ねえ、なんか持ってきてくれたんですか。持ってこなければよかった。こんな恥ずかしいの。ロスで、ロスに行った時に、ロスに行った時にそのあるお店屋さんがあって、そういうなんかちょっと変わったものを売っているお店があって、なんかハンモック売ってたり、なんか生活便利用品、発明品、シェイパーイメージみたいな、なんかそういうのがあるじゃない。そう、ああいうお店で、こういうふうに椅子に引っかかってたのね。笑って何それ。ね、すごい聞くの。笑っていい、ちょっとゲストだけど。何それ。バカにして。いやいや、バカに。気持ちいいんだってば。いわゆる椅子に電動式のこういうのついてるような感じ。それより気持ちいいの、こうやって手がね、グイングインって。ちょっと電源入る。もう電源入れてまんが。入れてある、ちょっと。すごいね。来てだって。これじゃないや。どれがいいかな。なんかそんなパターンがあるの。うわー、すごい。ちょっと待って、こうやって。何これ、首があんの。待って、うん、変。あ、もういいわ。あ、すっごい気持ちいいよ。どうすっごい気持ちいいよ。ちょっと嬉しい、なんか販売員みたいな。これさ、ロスで買った時ね、スタッフをね、みんな部屋にやってね、やって気持ちいい。あ、すっごいなんか複雑な動きするね。これはいいわね。ね、すごくいいでしょ。だって奥様いかが。本当に訪問派。これ気持ちいい、すごい気持ちいい。すごい気持ちいいでしょ。すごいんだって。これ今までないタッチだね。ね、店長さんちょっとやってほしい。気持ちいい。それやりたい。首がいいですか。首がいいですか。そうで、これね、強く押すの。ガンってやるといいかもしれない。気持ちいい。こんなもんでいいの。うん、そんなもん。ね、これで番組終わってはダメよ。分かった、今からまだ仕事するんだから。これは首だけにしか使えないんですか。気持ちいい、ね、背中も。すっごい気持ちいいでしょ。でもね、あと足首入れてふくらはぎとかをもみもみすると1日経ってたりする。すっごい気持ちいいの。でもさ、彼女がなんかね、そういうのに凝ってると分かんなかった。全部ね、そんな凝ったりする人いないですよね。すごい凝るの、実は。あ、そう。もう朝からご飯ガンガン食べてさ、すごい元気散歩でも行って元気って感じです。あ、本当に目が悪いと思わなかったのよ。目がすごく。そのパート2があるの。あ、へ、おいおい、まだあるの。うん、必殺技パート2。もうこれもお店、同じお店で売ってたんだけど。ロスですか。販売員だよ。販売。ロスで。このね、枕が、ちょうど買い物していた時で、で昔このなんていうのかな、こう。あ、なんか今日いいね。なんかこれ自分の枕。そう、これ自分の枕。こっちが膨らんでて、こっちが平らになってて、ここ首によく、今それこそ通販とかで売ってるんだけれど、やっぱり自分で試してみないと思って、ずっと筋肉ばかかってたのね。でロスにいた時、そのお店に置いてあって、うわー、これだと思って。でベッドがちゃんと置いてあって、この枕が置いてあって、で試してみたら、もうすっごい気持ちいいの。中見ていいの。いいよ。もう一つの枕カバーに入ってるだけ。スポンジが重たいの。なんか濡れてる感じがするの。すごいなんかしっかりしたスポンジっていう、ね、頭置いてみて。すいません。いいの。なんか濡れるわ。なんていうのかな。もうちょっと上のこれ。気持ちいい。でね、いい匂いがするだって。そういう。でね、頭がね、こう沈んでいくような。沈む。でふーって。これちょうだい。ダメ。あ、ダメなの。これいいわ。
これすっごいいい。いつも寝るときはこうやって横向きで横になっ横向き、うん、横向きが多い。でも仰向けになる。あ、そう、私そうかもしれない。こうやってこうやって寝てんの、ね、今無意識。君は？私もこうやって。俺もうつ伏せなんだよね。あ、私もでもエビ型かね。うつ伏せ。うつ伏せねですか？うつ伏せ。苦しくないですかこの辺？苦しくない。 いやもう子供の時からそれだから。私もでもうつ伏せねによく寝ることがあって、朝起きると、うん、あのまつげがもうナチュラルビューラー状態ですごい。そうなんだ。え、っていうことはうつ伏せねって言うの。普通はうつ伏せだけど顔がこうなるけれども、いや半分だけこうかかってる。こういう感じで、ね、寝てるとね、もうまつげがピューンってね、あのね、お化粧するときにね、うわーこんなナチュラルビューラーって感じでね、しなくていい時が時々あるの。あの寝相とか寝起きとかいいの？だからさっき寝起きはすごく元気そうでって言ってたでしょ、うんうん、全然ダメなの。朝が低血圧で貧血なの、こう見えても。でもね、医学的にでも起きれるの、起きれるのだけど、うん、午前中はね、あの話にならないぐらいぼーっとしてるの。だ、寝起きはいいの。7時頃に毎朝起きてるから。7時、じゃあ7時に起きるんでしょ、うん、夜は何時に寝るの？いつもそれ。いつもね、うん、11時半とか12時とか。ね、中学生？中学生が早いですよね。あ、本当にそんな早いんだ、うん、そうじゃないと次の日眠くなっちゃう。いや、でもね、芸能界のお仕事とかドラマのお仕事っていうのは遅い時があるでしょ、うん、それはしょうがないけど。1時、2時とか3時。それでも7時に起きるんですか？まあ、そういう時は、まあ、それに応じて、応じて、ね、別に絶対7時っていうわけじゃないんだけれど、うん、でも7時に起きてるからやっぱり11時頃には眠くなるんですよね。そういうサイクルが体の中で出来上がってる。もう長嶋さんも思い出した9時に9時に寝るんですか？いや、ナイターがある時は違うよ。I'm not afraid to die.
ミュージカル。また陶芸にもなんか。そうそうそう、凝って、これはでも、ね、いろんなことをやってますね。これはでもいろんなことのうちに入らないでしょ。いやいや生活の一環ですよ、ね。いやでもさ、陶芸は仕事あってさ、いろんなことやってさ、肩凝ってさ、うん、陶芸にも凝るっていう話も。おい置いてくなよ。置いてくなよ。陶芸は趣味で、そう去年からやってるんだけど、ね、今日は一つ持ってきました。恥ずかしいけれど、重たい。あ、ちゃんと光って入ってますね。そうそうそう。こういうもんには好きなんですよ。ブチブチ手が痛いでしょ。クリスタルじゃないんだから。これ色を出すのが大変なんでしょ。自分の予想した色と違うんでしょ、うん、こういう焼き方は違うふうになっちゃう。焼き方とか温度とか、厚みとかも変わるんですね。あと土の小さくなるの、うん、だから一生懸命自分でこういう大きな花瓶を作ったり 大きい大皿を作ったつもりが、うん、何割だろう、焼き上がると、全部焼き上がると3割ぐらい小さくなっちゃう。じゃあこれもともとこのぐらいあったんですね。いや、そこまでは2人で作るとそこまではならないでしょ。いくらもう一回り大きいっていう感じになったのが、草とかも変わるんですね。そう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 。家にもそういう設備とかあるんで、あるの？そう、ちっちゃいお部屋作ったけど全然使ってないんだけど。陶芸部屋、うん、ちっちゃいもの作れる窯とかもあるんですか？ちっちゃい電気窯、うん、ちゃんとでも千何百度っていうような温度まで上がって、ちゃんとしたものを作れる温度まで上がるようになってて、うん、あとなんか趣味とかあるんですか？大体もうこれ、陶芸がもう、うん、普段の日はね、うん、あとはダイビング行ったりとかスキーに行ったり、まあその時に応じて。スキーも好きなの？うん、あ、本当に。野球も好き。あ、野球あれでしたもんね、始球式やったよね、一昨年かな、ね、最下位だっけその時に。優勝したのよ。それでね、長嶋監督が、その年の年末にあたってあって、長嶋監督が覚えててくれて、勝利の女神だって言ってくれた。長嶋さん覚えてたの？覚えてたのね。西田ゆきと間違ってない？違う。で、勝利の女神で、また来年やってほしいって言ってて、去年のこと、一昨年だったから、で去年もう一回投げてほしいってラジオで言ったの。あ、本当に、うん、だけどそうはなんかいかないみたいで、でまた今年ね、そのなんか激励会っていうパーティーがあって、私が行ったのね。ありますよ。そうで行って、その時にも長嶋監督に会って、ああ、西田さんもうごめんなさいね、お前もう一回ね投げてほしいんだけれど、本当よ、だけどごめんなさいねって、もう勝利の女神なんだよ西田さんはって言いながら周りの人に教えてくれてね。友達も連れてきましたよ。あ、本当に、うん、はい。あ、ジャビット君。ジャビット君。ジャビット君。ファイヤーっつって踊らなくちゃいけない。ジャビット君。で、村田さんもすごく不安で、うん、で試合に出る前にね、村田さんとすれ違って、うん、そのすれ違った瞬間がすんごい不安になるきっかけだったの、うん、っていうのも、試合前なのに、うん、こうキャッチャーマスクをバッと外して、うん、汗だくだったの、うんうんうん、始まる前なのにこんな汗流してるなんて、うん、なんてかっこいいんだろうと思って。飲みすぎたんだよ。なんで試合前に、マスク式の前よ、あの日よ、うん、まあね、でも村田の中はいいやつよ。でこの間、もうつい数週間前、うん、クイズ番組で、ね、デーブ大久保と一緒だったのね。あ、こんにちはっつって、よろしくお願いしますっつったら、あ、覚えてる、始球式の時僕ピッチャーだったんだけどって言った時に、私、うん、でも、あ、そうですかって、もうあまりにも、え、村田さんじゃなかったの、デーブ大久保だ、嘘でしょっていうのが、もうなんかね、走馬灯のように、ね、頭の中にブワーッと流れて、でもまず、あ、そうでしたねって言ってしまった。言っちまった。そう、未だにでも本当かどうか分かんないんだけど。いや、村田だって。あ、そっか、村田だって、斉藤が投げるときは村田でしょ、うん、じゃあ騙された。騙されてるよ。いや、悔しい、もっと悔しい。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 もう斉藤が投げるのは村田、川原が投げるときは杉山っていうピッチャー。いや、私も絶対そうだと思ったの、うん、それで川口投手が良かったんだって、なんか。そう、すごく不安で、ね、うん、去年移籍してきて。でもあいつはかっこいいでしょ。すっごいかっこいい。あれね、珍しいのよ。野球の選手じゃないみたいな。そうそう。普通ね、普通ね、
野球選手っていうのはユニフォーム着てる時がかっこいいんだけど、川口っていうのはスーツ姿がかっこいいの。かっこいいのあいつ、びっくりするよ。おお、いい男だね、すごい。珍しいタイプですよね。タイプ。なよなよってしてんだけどね。じゃあ今陶芸やってマッサージ機やってあとスポーツ観戦やってなんか今日いろんなことを聞いたね。でもね、なんか今後やりたいことってあるんですか？仕事にしてもそういう遊びにしても仕事はね、いろいろもう予定は立っていて。何ですか？まあシングル、私のナンバーワンがもう出てるでしょ、で7月3日に24というアルバムが出るのね。それとそれのコンサートツアーが9月の23日から約2ヶ月間2ヶ月半か、はい、やって、チケットが、6月15日発売なのでよろしくお願いします。あ、あとね、プレゼントがあるんだ。あ、なんか今日はたくさんありますね。すいませんね、なんかこれはね、私のもうすごいね、薄くあるんだけれど、私のナンバーワンバスローブです。すいません、なんか本当に佐田岡さんにじゃないんじゃない？あ、俺じゃないの？何何誰？視聴者、視聴者プレゼント1名の方に。テレビ見てる人に。はい。あ、今顔つけてましたよ、こうやって。本当ありがとうございます。色何から何までなんか持ってきていただいて。ねえ。すっごい嬉しいね。そしてああいうプレゼントまで、僕らには何にもなかったんだけど。もらったもんね。後でサインしてくれる？サインいいよ、テレホンカード。テレホンカードもらった、テレホンカードもあるんですよ、本当に。じゃあ本当に今日はいろいろなね、ちょっとあの、楽しい話ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。また今後も頑張って、羽ばたいて。ありがとうございました。ありがとうございました。